こんにちは天馬アカデミー堀秀夫です。えー、昨日はですね、えー、シドニーで開催されたジェトロの日本食サポーターのセミナーに参加してきました。まあねえー、こういう沖縄特区、えー、とかね、えーまあ、日本のいろんな資料やら何、えー、やら立派なビルに入って置いてありました。でオーストラリアのね、えーまあ、食文化、 のお話なんかもね、えー、パネラーの方なんかからお聞きできて、まあ、なかなか有意義なセミナーでした。でせっかくの機会なんでね、えー、日本の食材に限らず、まあ、食材といってもある食材とか、あとワイン、泡盛り、焼酎、ウイスキー、まあ、こういったお酒をどう扱うか、あるいは食器ですね、それと来年、まあ、税金がね、関税が、えー、撤廃されていく予定になっている車。 えー、それらのことをいろいろ JETRO の方に、えー、あるいはパネラーの方とお話しする機会があったんでね、えー、パネラーの方に、えー、聞いてきました。まあ、Amazon オーストラリア情報ね、えー、進出するのはね、ご存知でしたけど、やっぱり、えーええー、開始時期等については、まあ、私の知ってる情報以上のことは JETRO、えー、さんも他の方も知らなかったと。でね、面白かったのは JETRO で質問したこととね、 えー、たまたま帰りかけにパネラーの人に、えー、ジェトロの、えー、聞いた同じものをね扱ってたんで聞いてみたらね、えー、全く違う返事が返ってきたということもありましたあとね、えー、ジェトロのアドバイスされたこと、まあ、一部私が実践済みのこともあるんですけどやっぱりアドバイスいただく内容と実務で起こることは、まあ、違うとこれね別にジェトロに聞いたの間違ってるとかうんぬんとかいうことじゃなくて、まあ、結局のところまあ やってみないとわかんないっていうのがね、輸出、輸入の実際の業務です。まあね、失敗しにくい方法と、こうやって失敗してる人が多いとかね、こうやるとうまくいくって方法はありますけど、まあ、そうは言ってみてもね、えー、時期とか、まあ、タイミングとか運に左右されるんで、やってみないとわかんないというのがね、えー、正直なとこです。ただこの部分をね、えー、勘違いというか、えー、誤解してる方が多くて、 正しいことを知ってる人に聞きゃね、えー、正解がわかるんだろうと、関税率がいくらとかね、この商品はこういうふうにやれば輸入できるとか、これは輸入できないとか、ね、何個までは OK で何個からはいけないとか、この商品は関税率いくらとか、これね、実際業務やってみるとわかりますけど、えー、教科書とかに書いてある通りにはなりません。えー、また実際の上もね、えー まあ人間がやってることですしましてやね海外の人ってのは日本人みたくね決まりを守ろうという意識が薄いんで、まあ、結構適当に運営されてますからね、えー、同じことを同じ人がやってもね違うこともあるぐらいですからましてや時期が違ったり人が違ったら結果が変わってくるというようなことがありますまあそういうようなことを踏まえてどうするのが一番ね効率よく儲かるか、まあ、その辺のことをアドバイスさせていただいてるんですけど またそれをね、個別に細かく言うと長くなってしまいますので、まあ、昨日聞いたその、食器のこと、食材のこと、あと他のことでね、これがこういうふうに違ったから、まあ、実際の上はこういうふうにやった方がいいというのはね、また別な動画の方を作って解説します。その辺のね、関税のこととかも知りたいという方はですね、こちらの無料のメールセミナーの方に登録して、情報をチェックしてください。 以上、テンパーアカデミー堀秀夫でした。